手に入らなくなって赤い鼻を抜けたでの投稿となりました。
卒業証書をもらうのも確かな記憶はありません。その証書も焼けてしまい、ただ小さい防空壕に入れておいた卒業写真が唯一の学校時代の写真として残っています。若かりしの思い出として大切にしておきたいです。マルシェにもし行っていたら、松重町長岡芳子73歳。母が生前折々で話していたことの記憶を手繰り寄せてみた。1945年7月4日、母は徳島医専専門学校附属病院にいた。かなり病状が悪化していたおじに付き添って、東木屋山村から出てきていたのだ。母はこの時20歳ぐらいだった。跡継ぎが戦死した叔父の養女として迎えられていた。診察後、叔父はすぐ帰るとした。母は言った。メンタルと後ろにはこれマルシェデパートで買い物して今夜は泊まりたい。すると叔父は職場に、みんよこんな日に徳島でうろうろしとったら焼夷弾やられて焼け死ぬぞ。母はしぶしぶおじと汽車に乗った。汽車は夕暮れに池田駅に着いた。いつもの旅館に泊まった。未明おじの声で目が覚めた。みーよみんな外に出とるぞ、いかんか。人が集まっている一角へ近づき、暗がりの中で人々が指さす彼方に目をやった。数時間前まで滞在していた徳島市の上空が真っ赤に燃えているのが分かった。市内はもう全滅じゃのうという誰かの声を聞いて、母はあの時に泊まっていたらと震えが止まらなかった。ピアの隣の家からは二人の息子さんが満州に出征していた。一人が一時帰省している時、母がねぎらいに行ったことがある。まだ戦局が不穏ではなかった時らしく、その息子さんは「みーよ俺知っとるか?」と何やら黒い粉を母の手のひらに少し乗せて「舐めてみ?」と言った。苦かったので、これコーヒーって言うんよ、お湯も入れて飲むんよと母が言うと、みんな知っとったんかと高笑いをしたそうだ。終戦になったが、二人の息子さんはとうとう戦地から帰らなかったと言う。1945年8月15日終戦を迎えた。その翌年、私の父となる人は満州から無事帰還した。父は長年勤めた大阪の呉服問屋に復職するつもりで3日の休みをもらい、ディアの親元に帰省した。時を置かずに親戚が来て、母との面談を2時間で取り付けた。父の親が呼びに来て、この話が聞けんのなら今すぐ縁を切って出てくると即答を迫ったそうだ。せっかく行って帰ってきたのに親とは断絶したくないと実はしぶしぶ承諾した。当時は形だけのお見合いをして縁談が成立していたが、それもなく結婚式を迎えた。そういう時代だった。母はそう笑って話してくれた。自分の意思は蚊帳の外だった人生を受け入れて生きてきた坊たちだったが、お前たち4人が生まれてくれて幸せだったと後に聞かされて安堵した。父の死が分けた我々の生死、
して我が家は和菓子の店竹虎堂を営んでいた。そこで小学校1年生まで暮らした。昭和20年3月父が他界。私は7歳、弟は2歳、妹は5歳、姉は14歳。働いていた若い人たちは兵隊に召集され、砂糖や水などの入荷もままならず、開店休業状態だった和菓子店、父亡き後閉じた。すぐに今の藍住町にある母の実家に疎開した。和菓子の陳列棚、包装紙、釜、鍋、もろぶた、うす、ダンス、仏壇と、もろもろの荷物を荷馬車で数日かけて運んだらしい。徳島大空襲があった7月4日は、戦災に遭わずに生き延びた。母の実家で漬物担当を改造した防空壕に避難した。しばらくすると、大人たちがわらわらと土手の方へ。我々も防空壕から出て土手に上がると、前方に広がる暗闇の空。見たこともない明るさ。何が起きたか分からなかったが、徳島が空襲でやられたという大人の言葉に、数ヶ月前まで暮らしていた自分の家もみんな焼けたのだろうなとぼーっとしていた。今夜町あたりは戦火がひどかった。実はもう少し生きてそこで暮らしていれば、我々は生きていけなかったかもしれない。父の死が親子5人の生死を分けた。稲子市新曲の監督、徳島市高木久男84歳。1943年4月、徳島市福島国民学校初等科入学、6歳だった。各学年に200人の児童が在籍していた。入学早々から警戒警報を常に対応する避難訓練が続いた。2年生に進級すると空襲警報が発令されるようになった。サイレンが鳴ると即授業は中止され、駆け足で集団下校した。竹筒の食器で雑炊を食べる休息もあったが、稲子入りでも全員完食だった。45年4月、3年生になった。男女別学級の2組に所属したが、空襲警報発令で学習にならず、給油の名の記憶がない。出世した学級担任の後任は、旧制中学4年終了の大王教員で、若々しい兄に見えた。学級での話題は、日独と米英との兵器の優劣、満蒙開拓青少年義勇軍のことなどだった。7月4日の徳島大空襲で、校区の半分が母校とともに消失した。旧校とはならず、住吉神社、本福寺、木工場などを借用して分散事業が実施された。3年生は在籍者が半減し、大和町の木工場で学習した。夏休みはなく、日曜日以外は毎日工場の機械の横で学習した。水広の塩田近くでもよく野外学習をした。湿地やため池にいる食用ガエルの捉え方、調理方法が主な話題だった。8月15日、新町川で水浴をして遊んだ。3時ごろ、県立工業学校3年生が通りかかり、日本負けたと告げて去っていった。実家の納屋に落ちた小児団、石井町辻静子86歳。
昭和20年8月上旬未明、徳島県の片田舎、板野郡大山荘西部、現在の上板町に空襲がありました。水田に囲まれた空き家の実家が流れ、焼夷弾が落ちました。当時、国民学校5年生だった私は、母に起こされ、幼稚園児の妹と1歳8ヶ月の下の妹を連れて、隣家に逃げました。燃え上がる納屋の火、周囲の水田に大量に戻された焼夷弾の炎で、昼間のような明るさでした。ご近所の方々の消火のおかげで、奇跡的に母屋は焼けることなく助かりました。納屋に続く牛小屋の牛も、誰かが話してくださり、助かりました。約1週間後の8月15日、終戦の日、予報放送を聞いたのですが、統一だったかどうか分かりません。ラジオの雑音ばかりで、何も分かりませんでした。大人から、戦争に負けたと知らされたとき、空襲警報で逃げなくていい、V-29 の音を聞かなくていい、防空頭巾を枕元に置かなくて眠れるのだと嬉しかったのを覚えています。戦後何年も水田から不発弾が何本も出てきました。直径10センチ長さ50センチぐらいの鉄の筒が田畑を耕すときに見つかりました。ところによっては爆発し怪我をした方もいたそうです。戦後76年、当時を知る両親兄二人も他界しました。私と一緒にお隣に逃げた妹たちは幼くて覚えていないと言います。ただ物心ついた頃、あの焼夷弾が落ちた家の子と言われ、恥ずかしかった記憶がかすかにあるそうです。やめた特許の大使の再建、徳島市杉本勲、90。私が生まれた昭和6年には満州事変がありました。第二次世界大戦が始まったのは小学校4年生の12月8日です。以降ガラリと情勢が変わり、富田尋常小学校を国民学校と名称と変更され、軍隊式に教育されるようになりました。卒業すれば男子は中学校、女子は女学校に分かれました。当時県立徳島高等女学校の入学試験は4回あり、広い講堂に集められた受験生は4名ずつ名を呼ばれ、先生の面接を受けました。5、6日後に結果が掲示され、その後教科書、制服、カバンなどを揃えました。憧れのエビ茶色の棒ネクタイを身につけることができるのです。入学してすぐ川内のお寺に宿泊して出征している農家の麦刈りに行きました。タイトの時間は防空壕を作り、空襲に備えて耳や目を押さえて地面に伏す稽古です。授業ははかどりませんでしたが、それでも学生になった喜びは噛みしめていました。家に帰ると出征した叔父が置いていった旧金遣いの日本文学全集を空豆をかじりながら片っ端から読みました。昭和20年6月22日いつものように壁にもたれて本を読んでいると、キーンと耳をつむざく音に飛び上がりました。外を見てみ、秋田町に爆弾が落ちたよと母に言われて、秋田町の方面を見ると、もうもうとした煙。家の前を赤ちゃんを大事そうに抱っこした若いお母さんが通り過ぎていきました。赤ちゃんは手足をだらりとして息をしていないようでした。7月4日の日、福島大空襲では家が焼け、母の里のおっけで家族4人がお世話になりました。8月15日の正午に
緊急ニュースがあると連絡を受け、ラジオのあるお家に集まりました。配線を告げる玉音放送でしたが、電波が悪くて聞き取りにくく、十分に意味をつかめませんでした。しばらくして終戦を実感できるようになりました。9月に入り、富田省の北川校舎をお借りして、県立公助と一律公助が1週間ごとに午前と午後で交代しながら授業を始めました。200人いた同級生は疎開していたりで、通学ができない人も多く、2分の1になりました。消失した校舎の再建に向けて、芝居や合唱の講演をし、卒業生に講演をお願いして回ったほか、おしるこやワッフルを作ってマザーをしました。弊社を解体した際の木材を使って2階建ての4教室ができた時の喜びはひとしおでした。富田省から腰掛けをいただき、みんなで一列になって持ち帰って、やっと教室らしくなりました。その後、校舎を入れました。県立徳島高等女学校として最後の46回卒業生として育ちました。卒業してやっと戦後から解放された生活となりました。それでも勤めた日本環境銀行、現在の水戸銀行の建物に渡り、ところどころに跡が残っていました。ハンサムなママに、ママの父、徳島市伊勢北81、ここに一枚の写真があります。父20歳、母17歳、父背広姿、母着物姿、二人とも若くて美しい。父母が結婚した昭和10年の写真です。3年後、姉が生まれ、2年後、私が生まれました。父は戦争に連れて行かれ、28歳の若さで亡くなりました。私が3歳の時ですから、父の記憶は全くありません。母の弟である叔父が17歳で出征するとき、祖母の家の庭で家族写真を撮りました。私4歳、おいでと祖母に言われて抱かれた記憶は鮮明に残っています。ただ3歳の時の記憶はありません。父の思い出が一つも残っていないのが悔しい。お父さんと呼んでみたい。写真で見るハンサムの父しか知らない。よぼよぼになっている老人の父を見ていないから、余計にそう思うのかもしれません。満蒙開拓青少年義勇軍に応募、徳島市岡田哲夫92歳。大きくなったら何になるの。男の子は兵隊さん、女の子はお嫁さん。このように生を受けると同時に何の違和感もなく、そう頭に入っていた。昭和18年、旧制中学の入試で挫折。少年航空隊や予科練に応募したが、失格障害がある上、強度の禁止で全部アウト。ある日、学校の廊下に満蒙開拓青少年義勇軍の勇ましい募集ポスターを見て応募。昭和19年3月、茨城県の訓練所に、その後念願の中国東北部にある吉林省の訓練所。しかし
開拓とは長い。毎日は至極の軍事教練であった。リンダは日常を茶飯事し、暴力で入院する子、脱走する子が続出した。それでも丸一年が過ぎ、訓練にもなれば、しかし、そう思うのもつかの間、あるいはの食事中に訓練所が襲撃された。私たちの衣類を狙った物取りだった。その時はすでに日本の敗戦後だったが、私たちだけが負けていたことを知らなかった。それからというのも、訓練所を囲む土塀で寝ずの間、昭和20年9月訓練所閉鎖、信用にある満鉄本社周辺の寮に逃げ込んだ。しかし毎日が腹ペコ、週に3日ぐらい駅の掃除に借り出され、報酬に小さなおむすびを2個もらうのが命綱だった。しかし目にしたものは、シベリアに連行される日本兵捕虜の悲しい姿であった。突然訓練所長から、食料支援が難しくなったから自分で調達するようにと言われる、自分で食べろということである。体力のど真ん中に放り出されて、身寄りのない不老人、少年は中国人の八百屋さんに住み込み、 B 少年は豆腐屋さんの豆を牛馬の代役として働いた。それぞれ職を求めて散っていった。私もやっとソ連兵の食料であるクロパン製造所に雇われ、警備のソ連兵ミシコフ軍曹とネオと共にしてパン作りに精を出した。ほっとしたものの、半年ぐらいでソ連兵は撤収帰国、再び不老人。86年、中国共産党軍が教練に精通している日本人を高級で雇っていることを知り、腹を決めたものの、年上の知人から、君は長男だからやめとけと強引に諭されて断念。知人はそのまま求人に応募し、いまだに帰ってこない。しばらくして日系人の間で給料をくれなかった、恐ろしくなって脱走したなどなど、よからぬ噂が流れてきた。私は運よく日系人経営の柿餅製造所に雇われ、食に心配のない生活が続き、昭和21年5月社長一家に連れられて夢に見た日本へと引き上げてきた。徳島駅に着くと市街は無残な焼け野原、しかし駅前の通りにはバラック小屋の闇市が並び、復興への希望が極貧状態の中にも強く感じられた。私も親の温かい庇護のもと、3年遅れて念願だった旧制中学生になった。親の子供への愛情、徳島市安村浩司86歳。終戦は私が小学校6年生の時でした。阿波市の田舎から徳島大空襲を見ましたが、小学生はその恐ろしさはあまり分かりませんでした。家が農家でしたので、終戦直後のような食料不足もありませんでしたが、都会は大変だったようです。私の家にも徳島市などから和服などを持って
物々交換に来る人がありました。昼時には母が麦ご飯を出し、皆さん喜んで食べていました。ある時、麦ご飯を荷物に入れている女性がいました。自分は食べずに子供に食べさせたいからと、お母さんは腹いっぱい食べてください、お子さんにはおむすびを作りますと言うと、大変喜んでくれました。私は中学生になっていましたが、自分は一人で大きくなったのではないのかと、親の強い愛情を知りました。安村さんの文章はここで終わりですが、多くの投稿者の中から安村浩二さん86歳の書かれた作品を読みたいと思ったのは、先月の我々グループの打ち合わせの時に、私も86歳であった同年のよしみでこれを読むと、このように決めたわけであります。当時私も板の坂東町に住み、農家の長男として暮らしていましたので、生活体験が安物さんとほぼ同様であったと思います。戦時下と戦後の混乱の中で7人の子供を育てた両親は大変な苦労であったと、両親に感謝の気持ちは安村さんと同じであります。中川鉄橋で来た後期、徳島市小原和夫92歳。76年前、私は16歳で花浦町から毎日汽車で県立戸部の中学へ通っていた。7月3日、授業が終わり、いつものように友人と富江戸駅に向かった。午後4時12分の富岡発、徳島行きの汽車に乗ったのだ。下り列車がこの駅で折り返し、また徳島駅に向かう。私はいつも花浦駅で降りる。汽車が着いた。しかし機関車の部分だけで後ろに続いているはずの車両がない。機関車はやられたと叫びながら出てきた。血まみれになっている。線路の上の家の方向へと歩いた。やられたんですと言いながら、こちらに向かう大勢の人とすれ違った。中川鉄橋の手前で車両が止まっていた。天井が抜けた車両では、紺の制服を着た女性の車掌2人が倒れていた。トレーナーの車両に行くと、ドアに肉片が張り付いていた。ここにも天井が抜け、木の腰掛けは飛んでいる。死んだ人がそこかしこにより、凄惨な光景が広がっていた。近くにある製材所に、遺体や負傷者が移されていた。白いあばら骨がむき出しになった体も見た。許せない、と私は思った。ものすごく腹が立った。湧き上がったのはそういう感情だ。その後、敗戦。日が暮れてから、電気がこうこうとついた列車を見た。戦時中は明かりがあると、鉄器の標的になる。列車も明かりを消すか、あるいは最小限にして走っていたと思う。それが今こうこうと光を放っている。ああ、平和だと思った。戦争が終わった。これで死ななくてもいいんだ。次はシベリアで見た月の戦後になっております。美馬氏、清水源一、ふと
空腹を抱えたまま静かに眠っている。どんな夢を見ているのだろう。いつ日本へ帰してくれるだろうかと思っていたら眠れなくなったので外へ出た。白夜の頃のなので明るい。もう朝倉の頃だろう。澄んだ空気を凍るかと思うシベリアの日本人ホロ修行所であった。月は高校と輝いて、日本でもこの月を見てるだろうか。母と妹は生きてるだろうか。戦争へ行った兄と弟は生きて帰ってるだろうか。消息を知りたいが、その術はない。戦友の一人は、老いた母のことをしっかり心配していた。大狼が遠くで吠えている。近くにも見えているようだ。日本の家族に私が生きていることを知らせたいが、それもできない。敗戦の胸